白糸の滝に向かってます。紅葉がねちょっと始まってて結構綺麗かもしれないです。白糸の滝は富士山の西側、富士宮市にあります。富士山に降った雨や雪が崖の途中から湧き出て滝となっています。高さは20メートル、幅は150メートルあります。世界遺産富士山の構成資産の一つとなっています。紅葉がとても綺麗でした。こうやって撮影するとまさに白い絹糸のように見えます。雲の向こうに富士山が見えます。天気が良ければこんな風に見えるはずです。この看板から写真を拝借しました。